はい、こんばんは、タムランチでございます。い、う、や、ん、箱入りワインが結構最後粘ってくれてね、ジョボジョボって結構出ます。いい加減終わったかな。うん。えー、っと、コロナが偉いですな。 我が長野県もついに初のマンボウ適用になってしまいましてまあ、とはいえ私あのここ2年間本当に外食っつ外食はしておらんですし、えー、いわゆる外のイベントには全く参加していないのであまりまあ変わらないんですけど引き続き引きこもりたいと思います、まあ、皆さんもね まあ仕事でね今日もあですかね忙しいんですよ今度こうあのお役所に出す系の書類の期限が迫ってんのがいくつかあってで大体お役所のものっていろんなとこ行かなきゃいけないでしょ今日も税務署混んでたしねもうパパッとね終わりにして早々と立ち去ってきましたけども まあ気をつけましょう。気をつけようもなくなってきたけどね。ええー、まあそんなこんなでバタバタしておりまして、まあ、車でね、あのー、市内を駆けずり回ってるわけなんですけど、まあ、車乗ってる時間があるんで、車の中で音楽を聴けるわけでございますよ。はい、で、月たむの相方、月ちゃんがですね、この度、えー、ファースト、 ソロアルバムを出されましておめでとうございます。お疲れ様でございます。えーまあ、私のとこにも送ってくれましてですね。で、えー、早速、えー、この2日ばか、あ車の中でね、えー、聞かさせていただきましたけども、と思ったら、現物を車の中に置いてきてしまった。取り行くずくがない、寒いし。 まあ、あの、もうちょっとじっくり聞いてね、また、それは改めてくちゃべってみたいと思いますけども。まあ、良かったですよ。うんん、月ちゃんはやっぱりね、フェイスブックのなんかやりとりでもちょっと書きましたけど、あの書くとこには書いたんですけど、表現者ですね、彼は。はあ 本当に本当にこう表現するということにたけていると思います。見事な月ちゃんワールドになってましたよ。えー、あのこね弟友さんたちの中でもあの CD をくださいと言われた方いらっしゃるようでございますけども届きましたでしょうかね。えーあの くださいと言ってて、まだ届いてない方、こうご期待でございますよ。はい。えー、で、あのー、私の車ね、あのハードディスクついてるんで、えー、まあ、再生すると録音してくれるわけですよ、勝手に。で、えー、あれしましたよあの、クレジット。あの、入れましたよ、1曲1曲に、ナビで。 忙しいっつうのに <laughs>、えー。えやってるなんかしてね。ほ、はいであのー、その CD からハードディスクに落としたんで今日ね今日もまたお出かけしたんですけどその、まあ、たまたまということもないですがその月ちゃんの CD があの月タブの CD のね つきたも入ってるんです月つのアルバムも、私、あの、ノークオーターってアルバムを出したんですけど、絶賛保管中なんですけど <laughs> あの。その前に入ったんですよね。だから、月ちゃんの CD をハードディスクに入ったやつでミュージックパックで聴き,聴き終わったら、勝手に月きが始まったんですよで。ちょっと最近聴いてなかったんで、ほうと思って、聴いてみたら、いいね。<laughs> 狭いじゃないですけどいいわきたもの CD いいよ、はい、でその勢いで私に自分で作ったアルバム4枚だか5枚だかあるんですけど全部入ってんですよね車の中に全然聴いてなかったんであ聞聴いてるなと思ってで聴いたんですけどまあ前にも言いましたけどしょうがないんですけどやっぱりね録音がね まあ録音がひどいというか録音の進化が感じられましたね、えー、逆にね難しいことができなかった最初の頃の CD の方が今聴けば音がいい <laughs> あの変なもうかけてないから途中のね3枚目だか4枚目だかね「えー、月たぶ」の前に出した私の一番まあ新しいというかね アルバムが一番ひどかったかな、ボーカルは。もう本当にリバーブかかりまくっててね、本当にお、本当にお風呂かって感じ、本当に風呂場みたい。ぼえんぼえんしてて。その時はそれがいいと思ったんでしょうけどね。うん。まあ、難しいですね。やっぱりね、えー。で、最初の頃のやつなんかはね、あの、ドラムがもっきり、 単なるリズムパターン <laughs>、はめたるだけっていうやつとかね、あーとか思いながら、まあ聞きつつ、車で移動していたんですけどね。で、一個ね、あの、お聞きしたいんですよ。お聞きしたいというか、あの、ベースね、えー、もう、あんファーストオールム向かった時にもベースあったのか、や違うな。 多分一番最初のアラバムの時は、アコースティックギターをマルチエフェクターにつないで、なんかいろいろやってベースっぽい音にして弾いてたんですよ。だけど、あの、ハイポジになるとギターの音になっちゃうんですよね。ギターだから。で、これで限界を感じて、えー、いつぞやのお正月にベースを買って、えー、まあ、そっからベースを使ってるわけなんですけど、あの、ベースの音がね、 私あのベースアンプ持ってないんであの直接まあ直接というかあのまあマルチエフェクターは返しますけどまあまあまあ要は,要は直接 MTR に行ってるんですよ。それでヘッドホンで聴いてる分にはまあベースノートしてるしいいかと思ってやってて。 やってたんですよねだから「月たむ」のアルバムもそんな感じでやってて別にあのー、いいんだないのと思ってやってたんだけど先日出したあの NASA さんとあのポテさんとのコラボをね「冬の散歩道の空耳」「シューズでハードビンタ」あの NASA さんが作った 音源のベースがすっごいいい音してんのよね。なんていうかな。いい音してんですよ。あれは何 <laughs> なんか返してるのかナサさん教えて。<laughs> チョークじゃダメなのかな俺何やってんだっけマルチに刺して、まあベースはちょっと上げたりしたりして。 またでもベースもリバーブかけすぎてんのかなぁまあボエンボエンしてるんですよねまただからその前のアルバムを聴いてボーカルがボエンボエンしてたなぁと思ったような感覚になったんですよ俺のベースはえらいボエンボエンしてるぞと思ってあれは別にでもあでもまあリバーブもかけてるなぁうーんまぁ、あ、ちょっと あの分かる方は教えてくださいベースの音はい毎日でベースがはっきりしてこないからベースがうるさくなるのかななんかもうちょっとベースを前に出していなと思,思っちゃうからあ音量もでかくなりがちになっちゃった時あるし、えー、弾いてるフレーズもねやかましくなっちゃうんですよベースのお師匠に怒られたからね あのもっとシンプルでい,いそう <laughs> 曲によってはもっとシンプルでいいぞってうあのうねうねベースが好きなんでついついうねうねしちゃうんですけどねまあ難しいっすわ音作りはうん本当にでここのとこちょっとなんかね、えー、シンプルなのが良くなってて、まあ、アコースティックにはまってるっつうのもあるし で、アコースティックにハマったはいいんだけど、ここ数日女性アーティストのカバーをしていたら、キー合わせだのんだのそれから、まあ、アコーギーのアレンジだのんだのを結構やって、ちょっとくたびれたんでね。で、今日はまあ、で、まあ仕事も忙しいし、くたびれたし。今日はね、めっちゃシンプルでですよ。もうこういう時はね、もう、ギター一本弾き語りですよ。今日は民生さんを。 やってみましたけどあの一曲ねとあるとあると,とある人からリクエストをもらっていて絶対やらなきゃいけないんですよこのとある人はまたアップした時に言いますけどねえー、でその曲をちょっと弾いたりなんかしてみてあこんな感じかっつったんだけどまだちょっとねえー、アップするに至らずでさてどうしようかなと思って えー、スコアブックをちょっとこうやって見てたら民生さんのスコアブックが目についたんでなんかあるかなと思ってで何曲かやってた時にああこの曲あったなと思って歌ってみたらキーがめっちゃ高かったんだけど出たんですよこれがあ出るこれと思ってギリだけど。ということで今日やったのがあ,あれは何だっけな,なんかミニアルバムっぽいのに入ってんだよな ノバラかなんかが入ってるやつかな。なんとか、なんとかボックスだったかい今日やった曲は「未練ボックス」って曲なんですけど。うん。あのアルバムもいいんだよな、結構な。えー、まあまあ、その中入ってる曲なんですけどね。えー、それをアコーギー1本で、民生さんがこの曲を一人またたびスタイルでやってたかどうか聞いた記憶はないですが、まあそんなイメージで。 えやってみましたギターソロとかもねあるんですけどまあアこぎでできる範囲で、えー、ギター1本アコギでできる範囲な感じでやってみましたけどもねうーんまあそうね本当にギリですねあのなんかキーが高すぎて歌うがためにかなり荒ぶりましたけど <laughs> まあそんなんもいいかとたまに まあ歌の内容もね、ちょっとこの仕事が忙しくて、もうスケジュール詰まってるぜっていうような歌なんで、ちょうどよかったんで、はい。いそんな歌を歌ってみました。はい。ということで、何の話だえっ、ー、と、月ちゃんの CD の話と、えー、そこから、まあ昔の、昔の CD を聞いてみたら、やっぱ音作りって難しいし、ベースの音がよくわかんないですどうやればいい音になるんですかっていうような話とね、えー、そんな話でございましたけど。 えーっと、あ、あれ、っとか。えー、っと、月ちゃんがね、あの CD を出すにあたり、CD の番宣的な動画をアップしてたんで、この辺に貼っときます、はい。はい。まだの方もご覧になってみてください。いいですよ。それと、私の今日やった、神尾さんのお、未練ボックスというロックンロールを、あギー一本でやってみましたんで、はい。荒ぶってますけど、ぜひ聞いてみてください。ということで、たまらんちでございました。まあ 本当にあのコロナ気をつけつつ、はい、音楽やりましょう。ということで今日はこの辺。